どうも、ビデオゲーマーです。お久しぶりです。5日、6日ぶりぐらいの動画だと思いますけども。今回から新しいこういうキャリアやっていきたいと思います。で、今回が、本当に最後になると思いますんで。で、何年やるとか全然決めてないです。飽きたらやめます。まあ、1年はね、やります、ちゃんとね。で、今回、1試合ずつちゃんと撮っていきたいと思いますんで。でないと9月の24かな。から、FIFA 20が始まるんですけども、それまでに終わったらいいかなって感じでやっていきますんで。で、今回やるのは、ずっとやりたいなと思ってて、やめてたリーグでやっていきたいと思います。まあ、Twitter の方ではね、言ってるんですけども、まあ、Twitter の方でも投票させてもらいまして、まあ、プレミアチャンピオンシップ、やっぱり人気高かったなと。ただその中でね、ちょっといただいたというか、あれがあって、で、今回やるのはイタリア、セリエ A でやっていきます。スパルっていうチームで、ね、やっていきますんで、まあ、イタリアやってほしいなっていうのをいただいたんですよね、投票のあれで。で、まあ、イタリアだったら、スパルはずっとやりたいなと思ってたんですけども、まあ何せ2部がね、まあ偽名というか、あとチームもねあれなので、なかなかやりづらいところがあってあれなんですけども、でまあそういうのもいただいたしやろうかなと。でスパル以外にはジェノアとか、あとサッソーロとかボローニャとか、あとキエーボとか、あとアタランタとかね、結構悩んだんですけども、まあスパルが一番僕っぽいかなっていう感じがして、ちょっとあと僕が好きなパロスキがいるんでね、まああったりしてね。で、やっていくんですけど、でまあ監督なんですけども、イタリア人でやっていきます。で本当はね、マンドルリーニでやっていこうと思ったんですけども、彼は辞めて、彼白髪なんで、まあ、あとシワも多いんで、まあ、彼にしましょう。これを取る前にですね、チェルシーでアシスタントコーチだったかな、してたゾーラが、チェルシー退団したので、彼でやっていきます。で今からちょっと名前打つんでね、少々お待ちを。ジャンフランゾーラと、はい、でスーツでやっていきますんで、スーツかな、ちょっと待ってね、どうしようかな、スーツ、トラック、シャツとネクタイ、めっちゃ悩む。トラックスーツにしようかな。で、難易度はアルティメットで。で、今回から6分だったのを5分にしました、ハーフの長さは。で、スタジアムは、全部実際のスタジアムにしてます。まあ、2部はちょっとしてないんですけども。で、現在のチームで、これ無効にさせてもらって、これもね。はい。で、今回いつもと違うのが、レンタルで出てるモブロン選手を、残してます。なんで残してるかっていうのは、ここ結構重要だと思うんですけど、まあ、こういう縛りでするにあたって僕いつもね、モブとかレンタル行ってる選手抜くんですけども、こういう選手以外もね。まあ、それは、こういう縛りっていうのをやってるからなんですけども、で、まあ、それがプレミアだったらね、全然いなくていいんですけども、イタリアっていうこともあって、ちょっとお金がね、やっぱりプレミアよりも少なくなると思うので、まあそれもあって帰ってきた選手を売れるようにちょっと残させてもらいました。まあ資金調達のためってことですね。はい。ね、まあメンバー紹介の前にちょっとやることいっぱいあるんで、ちょっと待ってくださいね。まあ後からやってもいいんですけども、忘れそうなんで。これあと一つね、もう一つね、あと一つね、もう一つねっておかしいけど、日本語。
なんでやらなかったかっていうと、補強に悩むっていうね。それもあってね。で、今からメンバー紹介していきましょう。まずゴールキーパーがカルネジス、ナポリですね。まあ、ぽいかなっていう。で、次、グラバラ。リバプールから、デンマークの男だったかな。忘れた。で、ユナイテッドのペレイラ。ペレイラもベルギーリーグに行ってますね。どこだったか忘れましたけど。で、次、エスパニョールのロサレス。まあ、彼も初ですね。カルネジスも初かな。初ですね。グラバラも初じゃなかったかな。で、次が、アラベスのエリ。まあ、元ミランということもあって、ちょっと入れてみました。で、次が、ベス。フランスのカーンでプレイしてますね。まあ、彼もぽいかなっていう。で、次、ベドナレク。サウサンプトン。で、彼らは、モブでレンタル行ってる選手ですね。彼らは帰ってきております。で、次、ムベンバ。もう、久々に使いますね。うん。で、次は、スタンコビッチ。で、次は、マンガ。で、次は、ファビオ。懐かしいでしょう。今、ナントでプレイしてるんでね。で、次、マタリータ。で、チェルシーからレンタルで来てるっていうような感じで、エメルソン。で、次、アンカーがリーデバルド。で、次、ロマオっていうね、選手ですね。元マルセイユですね。まあ、マルセイユとかロリアンとか。ロリアンで言ったらコシエルニとかガメイロとかね。あとアマルヒターノのお兄ちゃんの方ですね。あとはコクランとかもそうかな。固有で言ったら。うん。で、次は右サイドのカチュンガ。で、次センターハーフのレシオ。ストゥラーロ。メルケル。元ミランです。覚えてますか皆さん。彼はまだ頑張ってますよ。ヘラクレスっていうチームでね、オランダの。はい。で、次はウルベスタット。まあ、彼はね、スパルっぽいかなっていう感じで入れてみました。まあ、メルケルとかもそうなんですけど、あと、ロマオとかも。次がバルディ。まあ、彼も使うの初かな。うん。で、次がアドリエン・シューバ。彼も初じゃないですか。まあ本当はグラネロにしようと思ったんですけど、まあちょっと使ってみようかなと思いまして。うん。なんかたまにイタリアのカブじゃないわ。カイチーム。カブって。なんでカブが出てきたんだろうな。カイチームってたまにこう、いい補強するというか、イタリアって特に、なんかね、なんか、なんつってんだろうな、元代表とか代表に選ばれそうな選手ぐらいとか、代表の選手とか、たまにレンタルでいたりするでしょう。まあそんな感じのイメージですね。はい。で、次はサビリ。で、次が19では初のスカラク。18の時はね、本当お世話になったんで。ただこれ以上能力上がらないでどうしようかなって思ってますけどね。まあ使ってみようということで。まだ26歳なのにこれ以上伸びないっていうね。なんとも切ない。辛い。18の時はね、72とかまで上がったと思うんですけどね。かわいそすぎるんじゃないかなって思うけど。次が、ブデブズ。セルタだったかな？レンタル行ってるかな？で、次が、チェルチ。いやー、初ですよ、彼も。で、次が、メディナ。で、次、ボナッティーニ。で、ペッレ。で、カレリ。
で、パロスキのメンバーかな。あとね、ヘネンっていうね、選手ですね。もともとエバートンで固有になっていると思います。彼も初ですね。彼はね、72まで伸びてくれたと思う。73じゃなく72だったと思います。てな感じのメンバーでやっていきますので。ね、彼売れるかな？はい。で、戦術が、3-4-2-1。しました。なんか3バックは一番やりやすいんですよね、僕、今回。で、まあ、戦術はこんな感じで。するね。で、指示も、まあ、ペレが真ん中にいるので、中央にとどまるターゲットマンで。で、パロスキと、カレリは裏に抜けるで。まあ、そんなスピードないんですけど、結構ハマりやすいというか、の感じなので。やってますね。で、役割こんな感じかな。はい。で、次回から、試合の方やっていきますので、トレーニング誰さしますか？それだけ設定してやりますか？そうですね。すぐに伸びそうな選手にしましょう。困ったね。リーデバルトかな。パス。視野をもうちょっと広げてほしいので、あとは、伸びねえだろうな。センターバックを強化したいので、スタンコビッチで、ルーキーで。で、ゴールキーパーの、ペレイラを、ハードのストライカーとの1対1。で、サイドバック、難しい。結構難しい。いねえな。別に、あげたい選手か。メルケルとかにしときますか。ちょっとね。どうしよう。パスにしよっか。これは、ボナッティーニで、シュートで、決定力ちょっと上げたいので、あ、これでいいわ。はい。じゃあ、今回は、これぐらいで終わりますんで。開幕ってどこと当たんの？ボローニャということで、早速あれじゃないですか。ライバルじゃないですか。開幕はライバル戦っていうの面白いですね。はい、じゃあ今回はこれぐらいで終わります。次回から試合の方やっていきますので、よかったら見てください。じゃあね。バイバイ。